はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。現在は、朝の4時半です。今日はね、これは、発泡酒です。札幌の月の綺麗な夜に、という、ね、発泡酒ですが、これ、確かコンビニで売ってました。値段200円ぐらいちゃうかな。フルーティーな香りと余韻を楽しむ、なんとかかんとかスタイル。コリアンダーシードやオレンジピールを使用したベルジャンホワイトスタイルにフレーバーホップを一部使用することでフルーティーな香りと柔らかい口当たり、心地よい余韻を実現しました。アルコール度数 5.5%。麦芽使用率が 25% 以上、50% 未満。オレンジピールにはマンダリンオレンジ、または温州みかんを使用と書いてあります。まあ、こういうオレンジを使ってるから、この麦芽使用率が少なくなったことによって、法律上発泡酒ということになってるわけですよね。原材料が麦芽、かっこ大麦麦芽と小麦麦芽と、ホップと大麦とコリアンダーシードとオレンジピールとなっております。よく発泡酒って安いもんだって思われがちですけど、こういった類のやつはすげえ高いですね。200円、300円ぐらいする商品もありますからね。結局、酒税法上、ね、ここに書いてあるけど、麦芽使用率が 25% 以上、50% 未満になってるから発泡酒になってるわけで、実際内容としてはまずいわけではないかもしれない。はい、今日は、こちら蒙古タンメン中本の蒙古タンメン味の、ベビースターラーメンです。蒙古タンメン美味しいよね。ただね、結構食ったことない人っていうか、その、蒙古タンメン中本の、カップラーメンは食ったことあるけど、本店っていうか、店で食ったことない人に、言いますと、店のやつは、カップラーメンの3倍か5倍ぐらい辛いです。間違いありません。3倍ぐらい辛いです。カップラーメンのやつ。北極ラーメンもね、3倍ぐらい辛いです。ので、地獄の辛さですね。普通に食うならやっぱり、普通の蒙古タンメンでもね、かなり辛いんですよ。まあいいや、乾杯。いただきます。ただ美味しいですけどね。当たり前だけど。カップラーメンよりか全然美味しいですよ。むっちゃうまいですよ。うん。これ大好きですね。蒙古タンメン中本は大好きです。で、あと、結構野菜も入ってるんで、割とヘルシーなんですよね。うん。まあ、豆腐も入ってるし、まあ、麻婆豆腐が入ってるんで、うん。豆腐も入ってるんでヘルシーですね。あれ？ピーチベルグなんて発売してんの？もう。あれ、もう発売したのかな？これ。書いてないけど、もう発売してんの？見てない、ないの？ああ。ピーチベル。うん、これはあれですね。
オレンジピールを使用したって書いてあるから、まあ、ほんのりオレンジというか、まあ、柑橘系の味ですね。ペールエールのちょっと軽いペールエールみたいな感じかな。味としては、ね、うん。うん。ベビー、これ結構美味しいですね。うん、ファミリーマートとサークル系サンクス限定商品らしいです。ああ、なんか蒙古タンメンの話してたら食いたくなってきたな。あ、これホワイトビールだからあれなのか。まろやかな感じ。うん。ですね。俺動画に以前、関係ないけど、蒙古タンメン中本の店食って動画あげましたけど、うまいぞ。俺ラーメン大好きだから、まあ、うん。最近アニメでもね、ありますけど、なんだっけ。ラーメン大好き、小池さんだっけ？っていうね、ラーメン大好き、小池さんっていうアニメが、今、ちょうど今やってるんですけど、まあ、美人の、小池さんっていうね、女の子、JK ですね。が、ラーメンをひたすら、ね、いろいろ回って食べるっていうやつなんですけど。あれで蒙古タンメン中本も、確か紹介されてた、と思いますね。北極ラーメン食べてたんで。うん。ただあれは、辛いの好きじゃないと、蒙古タンメンの、北極ラーメンの、店のやつは食えるレベルじゃないですね。これは激辛マニアだったんで食いましたけど、スープまで全部飲みましたけど。うん。ね。そういえばこれ売ってますよね。札幌の銀座ライオンスペシャルってやつ。これ、銀座ライオン。これ俺前飲んだよね。またちょっと飲みたいって。今度また買ってこようかしら。銀座ライオン。っていう、あれがあるんだね。店舗があるんだね。行ったことないけど。うん。あ、ビアホール。ビアホールみたいですね。店舗案内。店舗。近くにあるかな。東京。あ、北千住にあるって書いてあるな。あ、北千住にありますね。北千住。一番近いのこれか。北千住店。ビアホール。うん。あ、うまそうですね。ビアホールなんていい。
一度も行ったことない。札幌の黒ラベルと生ビール、エビスとエビスのプレミアムブラック。で、なんだこれ、エビスのハーフかな。ハーフハーフ。で、あとハイボールとか書いてありますけど。あれ？銀座ライオンはない？え、ちょっと待って。は？え？銀座ライオンの、え？ライオンっていうビールじゃないの？これ。あ、違うんだ。あの、最近、コンビニで売ってる銀座ライオンの缶、銀座ライオンっていうあのビールの缶のやつ、生ビールのやつ、売ってますけど、あの、店舗では、あの、このライオンっていうのは売ってないみたいですね。いわゆる黒ラベルと、エビスぐらいしかないみたいです。ライオンのビールなぜ美味しい？ビールの、生ビールの三原則。伝統の一度注ぎにこだわる、すっきりしたクリアな飲みやすさと、うんちゃらかんちゃって書いてありますけど。逆に一度注ぎなんだね。大体さ、あの、ビールうまくするには三度注ぎとかって言ってますけど。ちゃうんかな？まあ、そのところによるんだろうけど。銀座ライオンっていう、いわゆるただの札幌のあれなんですね。なるほど。ちなみに缶のライオンってやつ、銀座ライオンってやつは、限定発売で日本最古のビアホールであるエビなんとかビアホールをルーツに持つ銀座ライオンの創業110周年の際に、生ビールの達人たちが集まり2009年に記念醸造した限定ビールをモデルに缶で発売いたしますって書いてある。銀座ライオンの創業が1899年、過去明治32年なんで、それの創業110周年だから、ちょうど2009年なんですね。2009年に110周年だから、その時の限定ビールってことなんですね。なるほど、なるほど。いや、これ美味しい。前俺飲んだけど。多分2009年ぐらいの時に俺飲んだんだけど、うまいっすよ、これ。うん。間違いない、うまい。ただ値段がやっぱ高いな。まあ。銀座ライオン。ビアホールなんて俺、行ったことないな。だって、札幌なんて今、恵比寿まずくなったでしょ？だからまあ、黒ラベルぐらいが。だから、朝日か、札幌か、サントリーか、キリンかで、4つでなったらやっぱキリンだよな。ってなるんだよ。ちなみに値段が、黒ラベルがグラスが500円、ジョッキが790円となっています。高いな。やっぱ高いわ。
高いな。だから俺や、行かないんだろうな。高い。以上って感じ。今度またこれ買ってこよう。銀座ライオンスペシャル。で、レビューしますよ。札幌のラガービールも美味しいよね。これなんだ。ああ、ノンアルコールか。結構ノンアルコールとか発売してますけど、俺はまあ飲まなくていいかな。ノンアルコールはね。全く興味ない。あ、なんだこれ。プレミアム。プレミアムホワイト。白ほのか。白ほのか。選ばれたお店でのみ楽しめる特別なビールです。白ほのか。札幌ビールが技術の、粋を尽くし、自信を持ってお届けするのは品質管理に優れ、こだわりを持った厳選店でのみ、ご提供している室賀のプレミアム樽生ビール、白ほのか。丁寧に封じ込められたこの上質な美味しさを、ご堪能ください。って書いてあるね。へえ。これはあれですね。缶で発売してませんね。首都圏、愛知県限定発売って書いてあります。なんで、さっき言った、銀座ライオンとかで売ってんじゃない？知らねえけど。ちょ、ググってみましょうか。多分、銀座ライオンとかで売ってんだろうね。あ、結構取り扱ってるところあるわ。北千住、あれ？あ、北千住で取り扱ってない。うわ。ガチ限定だ、これ。北千住で取り扱ってないって。うわ。何がお前、銀座ライオンだよ。ふざけんなよ。ああ、でも、東京駅のあたりはいっぱいあるわ。東京駅なんてまあ行かないけど。俺が行くとしたら北千住くらい。北千住はね、足立区の中で一番でかいから。多分。東京駅前にありますね。うん。居酒屋で取り扱ってみたいです。グラスが850円。たっけ！グラスで850円。恐ろしく高いじゃないか。絶対買わねえわ。いわゆる白ビールでしょ。白ビールだったらお前。あれ飲んでろよ。なんだっけ。まあ俺白ビールそんな好きじゃねえんだよな、大体。あ、もうなくなっちゃった。あ、でもエビスまずいってさっき言ったけど、エビスの普通のやつはまずくなったんですよ。エビスマイスターは割と美味しいんですよね。前の昔のエビスに似てるっていうか、ああ結構似てるんで。
そこはいいんですけどね。通常のエビスがまずくなったんで、結果としてその、昔のエビスがエビスマイスターになったみたいな感じなんです。高くなったんですよ。まあ、そんぐらいだよ。これは割と軽いやつで、苦味が若干あるけど、香りもまあ、まあ普通ぐらいかな。まあ白ビールなのでちょっとまろやかな感じで。で、まあピルスナーっぽい、その、柑橘系。だけどまあそんなに買うかって言われるとまあ別にって感じです。まあピルスナーなんてなんか腐るほどあるんで、個人的にはこれ買うんだったら、なんだっけ。ヨナヨナエールとか買って、ピルスナー買った、ピルスナーじゃない、間違えた。ペールエール買った方がいいと思います。2233です。ご視聴ありがとうございました。